2月3月の月間 MVP この選手で決まり、 J リーグも開幕して早くも1ヶ月以上が経過しました。理想的なスタートを切ったクラブもあれば、なかなか波に乗り切れないクラブもある中で、個人単位で最も活躍したのは誰でしょうか。勝手に月間 MVP を決めちゃいました。まずは J1 ですが、昇格1年目で首位を快走するサプライズを起こしている FC 松田ゼルビアの平川優選手を選出です。パリオリンピック世代のアタッカーの平川選手は開幕から全試合にフル出場してチームの攻撃を牽引。鹿島アントラーズ戦の決勝ゴールやサガン鳥栖戦での圧巻の3アシストなど、目に見える結果も残して J1 でも大きな爪痕を残しています。 J2 からは清水エスパルスの乾隆選手を選びました。さすがの存在感で開幕から好調なチームを支えていましたが、第6節に故障により離脱するとチームも第7節は完敗を喫しました。出場しなかったことでチームに与える影響力の大きさを証明する形となっています。 J3 は首位の FC 岐阜のエース藤岡康介選手を推します。現在得点をランキング1位タイの6得点と遺憾なく得点能力を発揮して好調なチームを支えています。昨シーズンは3得点に終わった悔しさを晴らすべく順調に得点を重ねてきています。好調なチームにはやはりいい選手がいるもので、各選手の活躍はこれからも楽しみです。あなたが選ぶ月間 MVP もぜひコメント欄で教えてください。